一足早い夏休みに入った安倍総理大臣は趣味のゴルフで英気を養いながら内閣改造などの人事構想を練るものとみられますきのう夜、山梨県の別荘に到着した安倍総理は朝一番で経団連の御手洗名誉会長らとティーグラウンドに立ちました。ゴルフも大詰めめを迎えままます。すさあ、ああ、ピンそばまで寄せしした。あ少しかすめて… 参議院選挙や国際会議などを立て続けの公式日程にも疲れを見せずおよそ4か月ぶりのゴルフを楽しみました安倍総理は例年8月に夏休みを取りますが今年は国会や外交日程などがあるため早めの休暇となりましたこの間に来月初めに予定している内閣改造などの人事構想を練るものとみられます